ちょっと操作方法は押すだけ。あ、ここで一旦コナンのメインスキルを。はい、真実はいつも一つ。どうもメッチです。どうもアソイです。バーロー、バーロー。ということでね、はい、新作アプリ紹介のコーナー、今日紹介するのは名探偵コナンランナー真実へのコンダクターですね。コンダクター、新作アプリでございます。映画がね、うん、ついに公開されました。そうなんですよ、マジで楽しみ。実はね、はい、明日12日の金曜日に、まあ、新作映画がね、そうね、公開ということで。見てます？映画はだいぶ前から見てない。あ、なるほどね。時計仕掛けの摩天楼とかそういうやつ。くっそほど前くっそ前あれ、最近なんかテレビでやってたよね、それ。あの録画してそれ見た。あ、何、あのキットのやつ。あ、キットもね、何種類かありますから。キット2種類ぐらいあるのかな。最後あの鳩ポン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 出してって、銀翼のマジシャンかなんか。違う、じゃあ、ね、ない方。なんだっけ、ランがもう最後コナン君に新一だよねって言おうとしたら、キットが新一になって。船のようなやつでしょ。そう、はい、分かった。そう、あの卵取るやつだ。そう、はい、エッグのやつ。名前忘れたけど、はい、さあやっていきましょうということでね、はい、まあ、こちらあの名探偵コナン初の横スクロールランゲームアプリという、なるほど、がまあブシロータさんからついにリリースされたということでね、はい、まあ、ランゲームだけではなくてシナリオ、書き下ろしイラストとか、うんうん、キャラボイスもね、うん、たまんねえな、コナンファンにはもうね、とりあえずやっとこっ感はあるよ、ね、マジですごい、これは、うん、今日は実際にゲームプレイしていくのと、あとガチャもねあるので引いて、うん、であとさっき言ったその映画 の、うん、あの公開記念イベントみたいなのもやってるんで、なるほど、その辺もちょっと見ていこうかなと思います、はい、いきましょう。なるほど、え、結構作り込まれてんじゃん。結構すごいです。所詮は映画のあれだろうと思ったんだけど、あ、映画のためだけにリリースされたやつか。そうそうそう、作られた、あの一瞬だけ無料アプリランキング1位になってすぐ消えていくアプリみたいな。あめから。そうじゃないね、ちゃんとしてから。ちょっとこのまずコナンとかランのとこ押してみ。はい、不可能なものを除外していって残ったものが、たとえどんなに信じられなくてもそれが真相なんだ。やばい、これちゃんとね原作同様のボイスで話してくれるんで。てかやっぱコナンってさ、うん、音楽いいよね。そう、ルパン三世も含め、ルパンも含めあれを聞くとやっぱ吹奏楽部いいなって思っちゃう。そうそうそう、なるほどね、うん、それわかるわ。まあちょっとまずは本編いきましょう、はい、こんな感じで、まあこれあの実際にあのアニメであった事件を、まあ追体験みたいな形で、あ、なるほど、はい、やってくれるみたいで。すげえそれ、はい、ちょっと僕が今進めちゃってるんですけど。いらね、ゲンタいいんじゃんこれね最初のガチャでゲンタ出てきたんだけど。なるほど。でまあここで編成もできるよということで、キャラが実は2種類あって、うん、デフォルメされてるキャラが、うん、まあ、プレイキャラですね、うんうんうん、であとこの横にいるじゃん、うん、これがサポートキャラみたいな形になってて、プレイキャラ2、サポートキャラ3を連れていって、なるほど、ステージに行くというね。じゃあ行きますか。はい、行っちゃってください。ゲンタ走らせます。コナンで SSR とか言わないかん。ちょっと操作方法は押すだけもう本当にタップで押すだけで2回ジャンプもできる。へえ。基本的にこの手がかりっていうのをどんどん集めていって、うん、最後のゴールを目指すと。まあ自動で進むマリオみたいなもんですよね。まあ本当そんな感じ。結構これ系のゲームはね、なんかあの LINE のゲームとかもあったじゃん、うんうん、一時結構流行ったりしたじゃん。あぶね、何今の。土管に当たったら死んじゃうの。土管に当たると多分ダメですね。なるほど。まだ勝手に集める磁石アイテムあれかな。そうそうそう。で、まあ、道中いろんな磁石のアイテムとかも出てくるんで。てかあれは拾っていったりとか。サポートアイテムは、サポートキャラは、条件満たすと勝手に後ろで発動してくれるんで、いい、ね、まあそれの方がいいね。ですね、集中したいからやっぱり、うん、この下のコナンとゲンタは押せんのが、スキルでそれ押せます。押したらどうなる。あ、もうゴールしちゃった。あ、なるほど、はい押すとスキルが発動するんですよ。で、まあ、こんな感じで手がかり集めていってランゲームクリアして、でそうするとさっき そのシナリオの、まあ、推理部分がどんどん進んでいくみたいな。まあ、でも単純ですね、ゲームのあれとしては。ゲームはもうマジでシンプル、うん、だからもう本当に誰でも遊びやすいよと。なるほどね。いった形になってますね。もう一回じゃあ行っていいですか。いいですよ。次のステージ、はい、行きましょう。はい、第2ステージ行きましょう。次はスキル使ってみたいな。誰、コナンってさ、うん、日本で流行りすぎてさ、うん、いつもさマーベル作品とかよりも上行くじゃん。あ、その映画、映画の公開、日本の国内でのランキングが常に出て、コナンって1位なわけ。はいはいはい。それでさ、外国、あの落ちてくる虹のやつ取ってほしいな。あ、見てあの外国人がさ、外国人がそれをさ知ってさ、うん、なんでキャプテンアメリカよりなんだこのコナンってやつはみたいな。あ、そうなんだ。逆にめっちゃなんか話題を呼んでるらしい。へえ、こいつ世界救えんのかみたいな。いや、そう、なんかコナンって何者みたいな
やっぱ海外、確かに海外からしたらね、そうそうそう、まだそのなんですか、ドラゴンボールとか、うん、ワンピースまではないと思うんですよ。あーはーはー、知名度的なもの、そうね、じゃ難しすぎるしね、いろいろと言葉が。これは俺の実験、何これは、手がかり取った時のポイントがアップします。あ、なるほど。じゃあゲンタ、ゲンタはスピードがダウンするんですよね。あ、そっか、ダウンした方が、そう、障害物とかが、そう、当たりにくいよと。で、今上のゲージ溜まったんで、このフィーバータイムと。あ、今の取りたかった。あ、すごい。で、クリアですね。簡単でいいね。マジで簡単。子供でも遊べちゃう。本当にね、コナンファンの中ではやっぱり絶対ね、うん、あの小学生だったりとかもいると思うんで、いるよね、そういう子たちでも簡単に遊べちゃうと。はい、はい、これ1の最後のステージですね。最後のステージですね。犯人、上のゴールのところが犯人になってます、ね、そう、最後はゴールじゃなくて犯人のところにたどり着くみたいな、なるほど、形になってますね。こんなところで死ぬわけにはいかない。あ、難しそう、なんか来そう。最後だからなんかしてきそう。多分ね、これ今まだステージ1だけど、うん、ステージ進んでいくと多分ギミックとかも増えてくんじゃないかなと。なるほどね、それはね、それは、ね、当たり前のことやろ。当たり強いね、なんかずっとこれなわけないやん、だってね。そんな簡単なゲーム生わけねえだろって。うん、びっくりした。さあ、これは、ね、ポイント上がるやつね。ああ、使って使って、でもそんなでもないね、マジで。何もね、あと 20m でゴールするけど、びっくりした、本当にもう何もね。ステージ1だから、とりあえず現在使っとくわ。犯人目の前にいるのに減速してるからね、今これ。そうそうそう、どういうことって話だけど、犯人、それでも追いついちゃうっていう。ああ、後頭部にこんなドロップキック。さあ、うお、そうすると、はい、こんな形でね、これ、あの原作知ってる人はね、あ、なるほどね、これあの事件じゃんみたいな、多分あると思いますよ。まあ、これちょっとストーリーネタバレになっちゃうけど、うん、まあしゃあない。ここはちょっと見た、今回はしゃあない。バッと思った犯人がコナンに襲いかかってきた。バットで何度も殴られ動けないでいると、そんなシーンあった。突如ランが現れ、空手で犯人を見るかということ。突如ラン、突如ラン、突如ランっておもろ。あ、結構がっつり作られてんだな。ですね、なんかアニメ見てる感覚で楽しめそう、うん、いいよね。めっちゃいいじゃん、これマジでいい。俺コナンほんと好きなんで。まあ映画だけしかほとんど見てませんけど、はいはい、本当にうちの会社にもいたけど、そのコナンファンの人だと、うん、マジでもう、あ、このシーンこれねみたいな、犯人これだねっていうの分かるぐらい、本当にすげえな。全部はね、何百巻だろ、100何巻とかあるんじゃないの。あるあるある、すごい、ね、けど全部知ってる人もいますから。なるほどね、はい。まあ、そういうね、実際にあった事件、実際にあった事件じゃない実話みたいに。アニメとね、同じ事件が楽しめると。なるほど、はい。そしたら次にガチャいきますか。いきましょう、はい。仲間ってとこしか、あ、ごめん、ガチャだ。びっくりした、仲間。お、間違えた間違えた。これ映画の、いや違うんですよ。そうなんだよ、これ。知らねえだろおめえ。お前初見だろ全部これ今。これは初心者応援なんですけど、これね、優勝ダイヤなんで。あ、なるほど、僕らは今引けないっていう。ケチンボじゃんこれ。なるほど、これも優勝、これがあの映画のガチャになってます。え、何これ、めっちゃ種類、2種類か。2種類ですね。これも、これはオリジナル書き下ろし、このアプリオリジナルの新一とランであるやつ。いや、やっぱキットを走らせたい、これいいよね。とりあえずキットはゲットしてからが始まりみたいなとこありますから。でもちょっとこの後やるそのイベントの特攻キャラなんですよね、この2人は。なるほどね、はいはいはい。じゃあちょっと11連ガシャいきますか。引かせていただく、頼むぜ、参る。キット欲しい、でやっ、いけ、頼む、キットヒットか、あれが欲しい、ハットリ。はいはいはい、これはいいよ。は、何、あ、これダメかもしれない。嘘だろ、絶対あるよ、ほら。あ、あ、すごい、黒幕、黒幕、お、あ、ハットリ来た。でも SR なんで、お、キット来た、お、え、あ、SR か、うん、なるほどね。これがプレイキャラですね。なるほどね。で、コナン、あ、これがサポート、はい、かぶった、とったとったとつりました。誰これ、赤井さん、赤井さん、うん、スナイパーの人か。そう、かぶってね、めっちゃかぶってんね。アンソニー結構かぶってるからね。そうは、ゲンちゃん、ゲンちゃんミュウだよ。さっきのこれあれだから、サポート側だから。あ、そうかそうか。あ、え、これあれじゃん、うん、あ、安室さん、安室さん、うん、危ね、安室さん今違うなって思ってちょっとあれした。アポロの店員です。いいんじゃないですか、いいんすか、これいいっすよ。はい、なるほど。ということで SR が、 SR 多いけど SSR 欲しかったな。6体ということで、なるほど、これは SSR8 体分にね、匹敵する。何年だ
まあ、こんな感じでね、まあ、とりあえず貯めようあと400個、はい、ガチャがあるということで、まあでも今キットとソノコか、はい、うん、引けたんで、そうですね、そしたらちょっとあのイベント行きますか、編成しなきゃいけない、大丈夫ですか、イベントで行けますから、そうなんですよ、ちょっと黙って従え俺の、ああああこれプレイでいい、これですね、根性のフィスト、うん、これ拳じゃなくてフィストっていうところがちょっとね、そうです、いやまあ英語ですけど、そのままするけど、このまま、この人知ってますよ、その子の彼、知ってます、彼ピッピー、知って、俺このなんか撮影の前に全部調べてきてるんで、なるほど、京極さんね、そう、400戦無償、うん、無償じゃないわ、うそ雑魚じゃん、無償の意味わかんない、前代未聞の雑魚じゃん、400戦無敗の空手家ですよね、そうです、はい。さあ行きましょう、その子のカレピッピね、カレピッピプレイいきます、はい、カレピッピというかで、この京極さんが手に入るんですよ、ドロップするというね、イベントキャラ、イベント京極ということで、はい、そういうことです、どこ行くか、ハードハードは無理な気するな、あそうなんだ、まあでもいいよ、推奨レベル20とかあんじゃん、でもあんなのさタップのさじ加減でしょでしょ、うん、じゃあハード行こう、じゃあハード行こう、はい、ほな PS で押し切れるわ編成しますで、ちょっと編成しましょう、はい、もう簡単ですね、キットタップして、はい、キットメインキャラコナンしか選べないんだ、あ、手前はコナン君限定なんだね、なるほどね、なるほど、そこは譲らねえよと安室さんの方がね、今結構でもね、いやいや、ここ、え、特攻キャラじゃないかな、人気なんだよ、特攻になってるはずよ、でもそうなんだよ、うん、え、特攻なんもないけど、ここじゃ出ないんじゃない、あ、特攻、あ、特攻やっぱなってるから、じゃあ行きます、キットとその子、いいっすね、最強じゃん、あ、サポートもいつの間にか変えた、今変えた、いいですね、瞬時の技で、いきましょう、行きます、推理開始、あ、え、早い、え、違う、これあれっす、あ、最初ね、最初のスタートダッシュっす、はいはいはい、え、これ慌てなマジでさ、こんなんさ、だってお PS じゃね、 PS よ、実際、実際ベリーハードもハードもクソもないでしょ、これお、何こんなん、もうこんなん、俺も糸通しで鍛えてますから、え、でもめちゃめちゃ簡単じゃん、俺もチャリソーで鍛えてるからな、え、そういうことです、あえて一旦みんなをおってさせる演出も大事っていうことを、動画の見どころをね、はい、習いました、作っていただいてありがとうございます、ここで一旦コナンのメインスキルを発動します、はい、まあサブスキルとかないんですけど、さあここで一旦コナンがスキルを吐くことにより効果は忘れました、はい、これは手がかりのポイントアップします、そう、ポイントが上がるだけということで何の恩恵も感じられはしないと、はい、これハードいけるね、余裕っすね、余裕だね、ベリーハードも多分、うん、朝飯前っす、これ京極さん連れてった方がいいね、んお、あ、はい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 、ここでまた演出を一旦挟んで視聴者の方々を、なるほどね、うんってさせる、単純に下手っていう説もあるけどね、はない、これもう安定した、赤い矢のレーザー何って話ね、さっきから、さあこれもうこのままいっちゃっていい、はい、あ、フィーバー、フィーバータイムということで、しかもこれもうゴールですよ、フィーバー終わったら、ね、簡単、このまま行かせていただいて、簡単ですね、いや簡単ってことはなかったですけどもまあ俺がうますぎたという、なるほどね、はい、ことかなと思います、はい、いや実際すごいよ、推奨レベルに遠く満たしてないからね、ほら、うますぎて運営側がそういうね、うん、やべえってなってくる、ああ、だってレベル満たしてないのにクリアしちゃってるから、うん、もう運営側の圧を今感じた無言の圧を感じた、だから逆に向こうからしたらもう発行いちゃばあ、はい、バーン、え、これアンソニーってこのゲームにも来たのかよってなってるよ、マジで危ね危ね、あ、もう結構あれなんだ、うん、界隈で知られてる、界隈ではもうゲームブレイカーっていう、おい、だから京極さん見れなかったじゃねえかよ、ほんとよ、持ってんのかな、ちょっと待って、クリアしたことなってんの、これなってんじゃん、さすがに、いや、もみ消された可能性はある、あ、一応、危ね危ね危ね、なるほどね、一応仲間一覧にいるのかな、いるのかな、あれ、お、ドロップしないよ、あれ、サポートの方にもいない、あ、なるほどね、いない、え、何これ、どういう仕組み、どういう、ベリーハードゲー、でも特攻キャラ連れていくとこれね、ドロップ率が上がるんですよ、あ、なるほどね、そうだから確定じゃないんだよね、そもそもがね、うん、ドロップ 3% 上昇、そうね、ほう、まあ、3% とかしか上がらないってことはそもそもが低いってことでしょうね、そうだね、うん、まあでもまあそんだけね、やり込み要素があるということで、うん、ですね、うん、まあ、この京極さんはね、このイベント限定のキャラになると思うんで、うん、5月8日までということですね、はい、1日って5月8日までというか、バーローか、まあこれはね、ぜひこの期間中にね、はい、ゲットしていただいて、そうですね、はい、
こんな感じのね、うん、本当にファン必見のランゲームということで、単純にシンプルだしね、うん、まあ飽きるでしょと思われがちだけど、逆にシンプルすぎて一周回るタイプのやつ、うん、ですね、うん、あのラインゲームとかと大体そうそうそう一緒だね。あれが見れるのいいわ。でも事件を楽しめる、アニメを見てる感覚になれる。さっきやってたけど、うん、本当にあなるほどってなれる。いいよね、うん、まあ、ただ気をつけてほしいなこれ、あれだね、歩きながらとかやめてほしい。それね、どのゲームもね。いや特にこれちょっと怖いなと思って、そう、ね、車来ても自分避けれんからね。飛んじゃうでしょ、二段ジャンプ。あれ二段ジャンプできんかった、二段ジャンプできねえからな。そこだけ気をつけていただいて、はい、はい、こんな感じのゲームでございました、うん、概要欄の方にねダウンロードリンク貼っておくんで、はい、ぜひダウンロードしていただいて、はい、一緒にこの遊びましょう、はい、ということで今後もねいろんな新作アプリ紹介していくんで、ぜひチャンネル登録、それから高評価の方もよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。またね。